皆さんこんにちは、ノイロン番組のノイロンと、はい皆さんこんにちは、ほのぼの番組のほのぼのです。今回はこちらの消臭ビーズをね、この前やったじゃないですか、スクイーズ作ったんですけれども、今回はこちらの消臭ビーズの色付き、ピンクと紫と水色、まあ、適当にいっぱい買ったんですけれども、これを視聴者さんから聞いたんですけど、これはなんか入れたら臭いっていうのを聞きまして、まあもうそんな関係ないよと、無臭の子がいるから、でこれをバーってこの中に全部入れて、これ膨らまします、めっちゃでかくで、シャッカーってやったらいっぱい入るよみたいなこと言われたんで、頑張ってできます。ちゃんと押さえて、オッケー、いいよいいよ、話、はい、丈夫に止めました。そしたらこれを入れていきます。はい、まず透明から、全部入れちゃうとカラーがなんかあんまり見えなくなっちゃうんで、あっぱら、トイレ、そんな匂い臭くないか、多分これはね、いい匂いのスクイーズやね、匂い付きスクイーズになると思います。うわ、これすごい匂い。あー、これもトイレ、あー、こっちの方がトイレっぽい。これは、これもトイレだけど、あ、入浴剤の匂いしますね、こっちね。トイレじゃないし、入浴剤です。あー、なんかね、これの方がでかいんだよね。これ全部入れや、はい、あ、結構いっぱいあるけど、もうちょっといける。ラベンダーの香りだってこれさ、あれみたい、うちのさ、前テレビで作ったやつの世界版みたい、なんかかわいい。はい、それではこれを膨らましていきます。はい、着きました、いくよ、はい、いってらっしゃい音すごい、おー、すげー、このスクイーズがトイレにあったりするといいかもしれないこれ1リットルよ、こんな、おぉぉぉ、きっしょ、やばこれ、これ絶対破裂すると思うんだけど、私、うわっはい、できました、もうこれすごい、うわ、ほら、うしゃい、このプリプリ感を見せたい、うわ、これすごいですね。はい、これね、やっぱね、ノエのスクイーズショップ転入荷したいと思ったんですけどね、やっぱそれじゃつまんないでしょ、みんなね、やっぱ風船と言ったらアップオープンしたじゃないですか。ということで、はい、このドゥルドゥルスクイーズ割るんですけれども、やっぱ割るにはちょっともったいないなとか思ってるかもしれないけどね、余裕で作れるから、これ。やっぱりこれ匂いしますわ。でも風船の匂いがなくなって、これトイレとかにこうやって置いてあっても結構おしゃれじゃない、これ。置いてあったら。で、結構消臭の効果もあるから、じゃあこれ一応触ってみた。ほのぼのにも触らせて。いや、やめてうるさい。こちらがドゥルドゥルスクイーズになります。こういう感じでございます。では、ノイロンスクイーズ、回っていきたいと思いまーす。てノイロン TV、I have a pen! I have a squeeze ドゥルドゥル! Happy.